消えて気持ちがいいわけでもないけど、でも溶けてしまう感じ、それはちょっと危ないけど、危ないのはちょっとだけだから、ねえば、とろりとして笑ってしまって、頭の中では自分を流れる汗を追っています。波打ち際で溺れて死なない感じ。家の時計の上半分と下半分が左右にずれていきます。私泳ぐのは上手だったです。私泳ぐのは上手だったです。海に行った時もクラスメイトも先生も知らないうちに私向こうの島まで泳いで行って、それから帰ってきました。誰も気づかなかったです。帰りのバスはニコニコ友達の話を聞いていたけど、やっぱり疲れて寝てしまいました。私だから男の人とは海に行かない。気が散ってしまう。泳ぐのは一人です。私誰にも言ってないけど、一番いい水の描き方を知っています。指先をじっと見つめて、こういうこんな曲線です。左右対称でもいいけど、左右非対称でもいい。それから広い熱を出して寝込みました。ベロが真っ白になっちゃった。犬みたいにベロを出して喘ぐのですけれども、荒れた太陽系でした。ありがとうございます。